こんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問いただきました。スネア一発、バスドラ二発のタドドタドドタドドのリズムをうまく叩くコツはありませんでしょうか、ということなんですが、なんかこういうやつですよね。こうパドドパドドの手一発足二発のリズムをまた叩くコツっていうのをご紹介させていただこうと思います。で、まあ今回は一応ワンバスでやることを想定して、スライド奏法でやるときと、ヒールトゥーでやるとき、かかとつま先でやるとき、一応この2種類をざっくりご紹介させていただきます。もしスライドでやられてる方ですね、こうこのまあ、これ僕のねちょっとした感覚なんですけど、スライド奏法で叩くときって、なんか1打目がこう足が上がってるときに踏ん で2打目に着地をしてる感じなんですよ、みたいな感じなんで、なんかあのもし単発で意識するとしたら、タンド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 みたいな、なんかこうみたいな感じで、このタンドタンドっていうこのドを叩くついでに、手前にもう一発ついでに叩いてるみたいな、こうみたいな、なんかそんな感じですかね。でヒールトゥーでやるとき、ヒールトゥーっていうのがなんかこういう動作なんですけど、このヒールトゥーの場合はなんか僕の感覚では一発目にこうドーンって着地して、で2打目もう一個ついでに叩いてる感じですよ、みたいな。だからリズムの感覚としてはタドンタドンタドンですかね、こうタドン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 の感覚で、まあ、ダブルを超えてこうパドドパドドってこうつなげる前に、まずはこう予備動作としてこうリズムの練習ができるといいと思いますかね。スライドの場合やったらタンド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 、でヒールトゥーの場合やったらパドン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 、さらに、まあ、この動きをつかんだらダブルを吐いてこれタドドタドドやる時の手ですかね、手って結構ね足につられてピタッて止まっちゃうんですよ、こうピタッて止まっちゃうんで、なんかこう手を上げた時に足が入ってる感覚があるとやりやすくなるんですよね。足が入った時には手が上がってる状態、足が入った時にまだスネアがここにいるとこう次の動作につなげられないんで、みたいなことになるんで、足が入った時はもう手が上がってる時っていう状態が、まあ、いろんなフレーズをやる上では、まあ、欠かせない動作になってくると思うんで、だからあの他の場所に移動しながらこのパドドパドドを練習してみるといいかなと思いますね。まあ、片手だけでやったりとか、こう左手だけでこう両手でやったりとか、まあ、シンバリになったよね、みたいな感じでこう手を縦横無尽にやりながらタドドタドドができると、まあ、フレーズの中でフィルの中でも使いやすくなってくるのかなと思いますかね。で、最後にこうスピードを上げるときには、リズムの取り方っていうのも結構大事なんで、このワンツースリーワンツースリってやってると、まあ、窮屈なんで、まあ、タドドタドドタドドで一拍としてちゃんとこう捉えるというかね、タヌキ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 とか、あとそのマクドナルドマクドナルドみたいな感じでタドドタドドでこう一拍みたいな、マクドナルドマクドナルド、このみたいな感じで、
なんだろうと、で取れるといいと思うんで、だからアップダウンをしてやってみてもいいかもしれないですね。マクドナルド、マクドナルド、みたいな感じでこのアップダウンをしながら、6つの音、6個の音を感じながら演奏するっていうことを、まあ、感じるといいかなと思います。まあこれ今足ダブルでやってるんですけど、例えば手のゴーストノートをやるとき、このツパパツパパをやるときも、この片手がアップダウンしながらいくと、なんかこう一拍でこう、なんていうの、こう窮屈じゃなくいけるというか、こうタヌキタヌキでいくとますけど、この一拍でマクドナルド、マクドナルドでいけると、こうしなやかにというか、こうやりやすくなるので、まずはね、こう一つこの、まあ、スライド奏法、ヒールトゥー奏法にしたとしても、まずはこう予備動作として単発の動作、タンド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 タドド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 とか、タドン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 タドドタドド、こう予備動作の一発としてのこうリズムをしっかりと掴むということと、あとなんかこう縦横無尽にこう移動しながらタドドタドドをやってみるっていうね、まあそういうことと、あとなんかこうリズムの取り方、タヌキタヌキタヌキで考えるとこう窮屈なんで、まあタヌキタヌキタヌキ、一泊で3発をしっかりとイメージしたりとか、一泊で6発マクドナルド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 みたいな感じで、まあ、一泊で6発こう意識をしたりとか、なんかそんな感じでこうリズムの取り方を変えると、やりやすくなってくるかなと思うんで、まあ、ぜひそんな感じで、チャレンジしてもらうといいかなと思いますかね。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。